アニメさんです。いやー、レスター戦最高でしたよねとね。だってね、いやー、特にね、なんといってもラムズだよ。ラムちゃんですよ。ラムちゃんでしょね。これとか何ですか、何ですかって、これとか指先ツンツンみたいな。そして石崎くんもびっくりの顔面ブロック。まあ多分この辺に当たったのかな。もうとにかくボーン、こんな距離でさ、体投げ出してさ、止めれる？こうやっちゃうよね、普通。こうやってさ、顔突き出して止める？まあそれがね、キーパーの仕事なんですけども。そしてもう体を投げ打って、身を投げ打っての金的ブロックみたいな。まあ実際は金的じゃないかもしれないですけど、明らかにカークルプラ編には当たってるんですよ。その後、ぴょんぴょんしてましたですね。ぴょん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 、こうやって。今日跳ねてたでしょ？いや、まあ、女性の方はね、わかんないと思うんですけど、別に直接ダイレクトにあそこに当たんなくても、下腹部行っただけで、結構上がってくるのよ、あれが。だからボクシングは、相手のベルトラインより下の攻撃は禁止っていうね、ローブロー禁止っていうルールがあるぐらいですから。ベルトラインの下って言ったらもうへそぐらいですよ、へそぐらい。へそから下の攻撃禁止なんですから、ボクシングっていうのは。だあの辺当たっただけでもう、悶絶っていうことなんですよ。割と。そして極めつけはね、やっぱこれでしょ。これ。マディソンスクエアガーデンのフリーキックを、ダルシムセーブ。やばかったよ、これね。やばかった、マジで。これ絶対歴史の教科書に載りそうなやつ。もう五行指してるもんね、五行。シンプルに、神降臨。もう復活の日は近いですよ。てか、おかしいんだよな。この位置から飛び立って間に合うとか。ダルシムっすやん、ダルシム。ヨガファイヤー。絶対ヨガやってるよ。絶対伸びるのやつやってるよ。ちなみにダルシムが手とか足とか伸びるのは、あれヨガやってるからですかね。インドの伝統のヨガやってるからですか。で、もう一個ちなみに言うと、富安もアビスパ時代ヨガやってましたから。このラムちゃんと妙に仲がいいのは、ヨガ仲間なのかもしらん。可能性ある。でね、このハイパーセーブ、特筆すべきはですね、外に弾いたんじゃなくて、エビになって、上に弾いてるんですよね。上に。ギューン伸びて、ボール当たった時に上に振り上げてるんですよ。よく見てもらったらわかりますけど。こんなの人間技じゃないでしょ。やっぱやってんな、ヨガ。ああ、やっぱやってる。そんな守備のみならず、このビルドアップからの攻撃っていうのも非常に素晴らしくてですね。これ何ですか、このイチロー製のライナー。え？見ました？ビルドアップがポーン蹴って、ビューン飛んでく、あの、イチロー製のライナー。レーザービームですやん、単なる。レーザービーム。ビューン！普通キーパーポーン蹴ったら、ふわーかさ、ちょっと勢いついても、ピューンな感じじゃないですか。それはギューン！ギューン！何 cc のエンジン乗してんのってぐらい、ビューンいったよ。マジで。何かの未来の車ですかみたいな。すげえ水平移行して。もう車じゃねえな。UFO みたいな感じじゃん。ステルス戦闘機みたいな。でもすごかった。もうレーザービームじゃん。ガンダムのあの最後ジオングにビューン撃った、もうレーザービームっすやん。もうミノフスキー粒子がやばかったですよ。ってくらい、レスター戦はラムちゃんのオンステージでしたと。まあ実際はね、もちろんみんなで勝ち取った勝利なんですよ。みんなで勝ち取った勝利。というわけで、レスター戦のあの総括動画もね、もう撮ってあるんですけれども、車で撮ったやつあるんですけども、その前にですね、このラムちゃんについてちょっとね、個人的に興奮が抑えきれなかったってのと、ラムちゃんのとある行動についてご質問いただいたので、今回ね、説明してみたいと思います。そのとある行動っていうのは、ラムちゃんのこれです。これ。あったでしょ？ゴールキック蹴るときにガッツポーズってあるでしょ？あれ何ですかと。というわけで、このご質問いただいた方以外でも、何だったんですか？そういえば。っていう方がね、あれ、めちゃめちゃ疑問に思われた方っていらっしゃると思うんで、それについてちょっと徹底的にも解説してみたいと思います。あれ何だったのかと。あれ何のガッツポーズ。というわけで最後までご覧ください。よろしくお願いします。サルチャンネル。まずいただいたご質問から。それはこちらです。ラムちゃんのこれ何だったのかわかりますか？何だったんですか？このガッツポーズ。この斬新みたいなガッツポーズありましたね。これ何だったんですかと。多分ね、それを見ていた日本中の方がハテナめちゃめちゃ出たと思うんですけど、いや、世界中の方も出たかもしれないですね。これ何かっていう話なんですけど、皆さん、どんな時ガッツポーズしますか？通常だったら、嬉しい時とか、勝った時とか、もうやってやったぜって、この辺ですよね。だから皆さんね、おそらく、この掛け声、
アーセナルサポの掛け声だと思われた方が多いと思うんですよ。ですが実は違います。これレスターサポの掛け声ですっていうお話です。さてこの掛け声、どんな掛け声かと言いますと、見逃した方のために説明すると、まずこれはラムちゃんのゴールキックの場面です。まあゴールキックするときってボールをピッチに置くじゃないですか。そしてボールを置いて蹴るまでの間若干時間ありますよね。その間絶え間なくおーっと溜めます。そして助走をつけて蹴る直前を狙ってトゥッとワンポイント入れてからの右足、あー、まあ英語に直すと論より証拠。まずはこの場面をご覧ください。その後に意味をご紹介します。はい、これどういう意味かと申しますとですね、おーはまんまおーでございます。そしてトゥと、これはですね、俺の口からは言えない、もう各自調査していただきたいんですが、まあ一つだけヒントを出させていただきますと、電波少年とかでおなじみだった松本明子さんが電波前に芸能界を干されるきっかけとなったワードでございます。というわけで、まあ松本明子芸能界干されるでググっていただくとこの意味がお分かりいただけると思います。はい、からの You are sh-、 あー、直訳するとおめくそ野郎だなっていう意味になっちゃいます。そうなんです、これ掛け声でも何でもなくてですね、ただのひでやじなんです。やじ、まあでもね、これはねプレミアではよくあるやじなんですよ。相手キーパーが厄介なやつだったり時間稼ぎするようなやつだったりするとよくこのやじが投げつけられますと。でこれを逆手に取ったのがですね、そうです、もう勘のいい方ならねもうお分かりだと思いますけれども、オスピナのチャントです。しました、はい、こんにちは、まちゃん、おー、よし、あー、そんなこと言っちゃダメよ、そんなこと言っちゃダメ、おー、スピーナー、スピーナーね、え、もちゃんです、こんにちは、今日も遊びに来てくれましたね、もちゃん、ありがとう、赤ちゃいます、はい、みんなにありがとう、赤ちゃいます、こんにちは、こんにちは、何か見つけた、はい、よしよし、行く、行くの、だからこれラムちゃんが受けたのは声援ではなく、あんまり大声でこの言葉言えないんで、まあ、カタカナで言うとユーシッターっていう、ゴリゴリにディスられてたってわけです。ゴリゴリに、そんなヤジに対してのガッツポーズですよ。最高でしょ、マジで。このサポーターのヤジに対してガッツポーズ返すっていうの、まあ、一見すると煽りに見えるじゃないですか、サポーターにアンサーしてるわけだから。でもね、俺の中ではね、これはもはやね煽りじゃないですよ、煽りじゃない、もう煽りを通り越したジャズですよ、ジャズ。相手のアドリブにアドリブで返すっていう、もはやセッションですよ、セッション。その証拠にめちゃめちゃ楽しそうにプレイしてんじゃん、もうめちゃめちゃドラム叩いてんじゃん、楽しそうに後ろの方でどんどこ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 、はい、はい、そっちっつって、もうジャズよ、あれジャズ、トゥク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 って、もう俺にも見えるもん、ドラムスティックがクル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 っていう、あの回してるドラムスティックが見えますよ俺には。これはレスターサポとラムちゃんだけのセッションです、間違いない。それではここで一曲聴いてください。レスターサポフィーチャリングラムちゃんで You Shitter Come on っていうやつ。ほんでね、このサポへの乗っかり具合なんか似てるなぁ思ったんですよね。なんか似てるなぁ。まあ、セッション。まあ、ジャズじゃジャズなんですけど、このアドリブで上に乗っかっていくっていうセッションプリ、これなんか似てるなぁと思ったんですけど、RG のあるあるですよね。RG のあるある。RG のあるある早く言いたいに、早く言えよっつって、どんどんみんなお約束で被してくるあれ。
あれに見えたんだな、俺な。それでは、玉置浩二の電に乗せて、10年前のアーセナルあるあるを歌い上げます。ミュージック、スタート。てん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 、てててん。エッセイアアースナルあるある早く言いたい。アースナルある早く言いたい僕。アースナルある早く言いたい君。アースナルある早く言いたいあいつ。アーセナルある早く言いたいあの子。アーセナルある早く言いたい。アーセナルのあるある早く言いたい。カッコつけないで、アーセナルだけで毎日あるある言ってゆくんだ。あるある言うんだ、それでいいんだ。アーセナルに読み込まれ、あるあるに弾かれて、それでもあるある早く言いたい。あるある言うんだ、今から言うんだ。アーセナルは4位入りがち。サルチャンネル。ラムちゃんのこれはね、笑顔で、はよ言えやっつって、乗っかって突っ込んでくる芸人のあれですよ。このガッツポーズ。ザ・セッション。お笑いとジャズの融合。これ。そしてこの試合、ラムちゃんが見事に魔王座マッチ獲得いたしました。はい。おめでとうございます。まあそらそうだよね。あそこまでやったらね、そらそうよね。そうなっちゃうよね。なっちゃう。そしてね、これまでの試合、実際の数字もえぐいのよ。えぐい。なんと、枠内28本に対して24セーブですからね。何これ、ほぼほぼ止めてる。89% ぐらい。9割方止めてんだよ、これ。これはえぐい。いや、これね、普通にマジソン超えたよね。超えた。総合的に見て、マジソン超え。俺の中では。だってさ、マジソンさ、こんな笑顔できる？ね、相手サポートセッションなんてできますかって話できないよ。できるわけないよ。できるわけないんだから。え？もう余裕超えですよ。余裕超え。マジで。というわけで、我らがアーセナルには、セッションもできる絶対神、ラムズデールがいるということで、ぜひ、他のサポの皆さんも、お見知りおきください。お願いします。そしてこの前もね、エミレーツに、イングランド代表監督のサウスゲート来てましたけども、代表性ゴールキーパーは、ラムちゃんで決まり。これ間違いないでしょ。間違いないですよ、こんなの。だからもうとっととこの何？真ん中分けの、ちょっとこじゃれた、前は坊主だったのに最近なんかこじゃれてきちゃってさ、あの真ん中分けのやつ。戦々恐々しといた方がいいよ。もう君の時代もそろそろ終わり。早くラムちゃんに譲ってください。いやいや、でも、これは複雑なとこなんだな。でもな、これは複雑なとこだな。アーセナルにおいて代表っていうのは非常に鬼門ですから、怪我して戻ってくるっていうのがデフォだったりするんで、非常にこれ難しいところでもあるんですけども、本人はね、代表やりたいだろうから、まあでも俺はおぎやはぎマインド持ってるから、まあ好きにやらせてやりてんだよな。次の代表ゴールキーパーはまあラムちゃんで決まりでしょう。これは確定ですよ。はい、確定しました。今確定しました。というわけで、富安とも大の仲良し、アーロン・ラムスデール、ラムちゃんをぜひお見知りおきください。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はね、ラムちゃんの例の謎のムーブについてご説明しました。この動画良かったも悪かったも高評価、低評価、チャンネル登録、チャンネル解除よろしくお願いします。というわけで、カムイガイナサルでした。バイ。